まあ当たり前なんだけど、そう本当にロングになってて、すごいね、楽しかった。久しぶりに話せたから、そう元気って、うん、みんな元気だった私もすごく元気出た、うん、そうだね。もう最近はまあリハーサル、本当メインはあのツアーのリハーサルやってます。はい、今日も本当一日ね、朝からずっとさっきまでそうリハやってたりして、うん、そう。でも最近はそのリハプラス別の仕事とかがそう多くて、そう昨日とかはね、朝一で、まあ、あの今日ツイッターにあげたあの VR の仕事、お仕事をして、そう昨日あの朝から VR のお仕事して、ツアーのリハして、もう一個別のリハがあってってそうそう3段階で、そうね、ちょっとね、いよいよ明日明後日は山中湖で、はい、試合、あ試合じゃない山中湖でライブしてきます超楽しみ本当に、うん、そういろいろ、まあね、あのなんだろう、まあ、ツアーのリハプラスその山中湖とかいろんなそのねあるけど、うん、でもね、もうファンの方に会えるのがもう本当嬉しいから、そう、え、おしゃべり会楽しかったですか？参加してくださった皆さん、何の試合、本当だよ、待って、試合ってなんだろう、本当にごめんなさい、うん、そう試合みたいな覚悟で言ってますよあー面白い、うん、行きたかったよって、行けないけど頑張れ、頑張る本当に、うん、めっちゃ楽しかった、ありがとう、はあ、タワーありがとう、何タワーこれね、ありがとう、ちょっと名前呼べなくてちょっと悔しいけど、タワー来た、ありがとう、すごい、これなんだっけこのアイコン、これピグモンみたいな名前だよね、何のキャラだっけ、ポケモンじゃないの、何だっけ、忘れちゃった、うん、え、なんてか、なんで私名前わかるんだろうお疲れたわ、優しいね、ほんとありがとう、いつもありがとう、そう、この赤いさやつなんだっけ、うん、ありがとう、タワー来た、ほんとにありがとう、あ、そうだ、ウルトラマンだ、だから知ってたんだ、ウルトラマン、そうウルトラマン好きだったからさ、私ちっちゃい頃とか、ありがとうございます、ツアー頑張りますね、明日も、明日の山中湖もだし、そうなんかあれですね、3日間なんか劇場のトークイベントもありますしね、うん、そうそう、私は18日か、山中湖帰ってきてすぐなんですけど、そうね、山中湖来てくださる方は多分なんかね、雨になりそうなので、明日明後日は、うん、なので暑さとプラス雨対策もね、あのしてきてください、本当に天気もどうなるか分かんない、本当に多分不安定だと思うので、そう今日すごい雨降っててさ、朝私傘持ってくの忘れちゃって、びっしょびしょになったそう、私傘持つのあんま好きじゃなくてさ、めんどくさいじゃんそう、明日結構降りそうだよね、今日もめちゃくちゃ降ってたの新潟、そうで雨にめっちゃ当たっちゃった、うん、え、またタワー来た、ありがとう、ちょっとこの間ね、おしゃべり会もありがとね、嬉しい、ちょっとアイコンも私のアバターにしてくれ、アバター私のにしてくれてって、ありがとう、嬉しい、本当にありがとうね、みんな、蒸し暑い、わかる、蒸し暑いと思う本当に、うん、そう、土砂降りだったよ、
今日はね、15分くらいやります。短いんですけどごめんなさい、朝早くて明日、あと明日の曲たちの確認とかも、あのツアーとねごちゃごちゃになってて、いろいろそうだから明日の振りとか立ち位置とかも確認したくて、これから、あとお風呂もちゃんと入りたいし、そう今何話そうとしたんだっけ、楽しみだね明日。看板初見さんありがとうございます。そうだ、あと今月って今月は今週の今週上がります、ついに温泉ロケの、はい、ガタログガタログです、ガタログです、ガタログです、上がります。皆さん YouTube キャーだキャーだ、キャーあるかまだ分かんないけど、ぜひ見てください。もうねずっと待ってた、私もうロケした時から早く早くって、そうそう、でそう後でね告知したいんだけど、あのそう実はね、そうだそうだ、実は温泉ロケチカポンさんと行ってきたんですよ。ねすごくない、チカポンさんですよ、めっちゃ嬉しかった。私もうこれずっとみんなに言いたくて、そうだって、そう私はもう皆さん知っての通りなんですけども、ちかぽんさん大好きで、うん、でなんか今まではあのガタログですっていつもならみんなアナウンサーさんと言ってたじゃないですか、いろんなメンバーが、そうアナウンサーさんと言ってて、私もこうガタログのお話いただいた時に、あどんなどのアナウンサーさんと行くんだろうって思ってって、マネージャーさんにね聞いたの、私行って私温泉ロケはどなたと行けるんですかって聞いたら、そのマネージャーさんがね、チカポンさんだよって、そうチカポンさんですって言ってくださって、もうキャーってめっちゃ嬉しい、チカポンさんに会えるって、そう嬉しかった、めちゃくちゃ湧きました、そうそうもうね嬉しすぎて飛び上がったね。だからそのチカポンさんとのロケ、そうあ、クマタワー来た、ありがとう、スクショさせて、ありがとうね、この間のおしゃべり会は、楽しかったね。まだ名前変えてねえな、まだ名前変えてないな、絵文字いっぱいあるでしょこの人、早く変えてほしいよね嘘だよ、そうで、そのあのね、で当時ロケの日ね、あのちょっとコンタクト外して痛すぎる目が、もうコンタクトがパリパリパリだよ、そうであのあれよあれあれ、あのチカポンさんにロケの日会うじゃん、で私チカポンさんとロケ一緒なの本当に嬉しかったですって言ったら、チカポンさんがね、私もナナミンと一緒で嬉しかったって、そうめっちゃ嬉しくない、でもっと嬉しいことがあって、なんか最初チカポンさんは NGT メンバーと行くロケにね、 NGT メンバーと行くっていうことだけが伝えられてたみたいで、誰が来るかわからないみたいなメンバーで、チカポンさんね、あもしナナミンだったら嬉しいなって思ってたって言ってくださった、もう超優しくない、チカポンさんなんていい人なの、もうこれ言いたかったのみんなに、そしてまたタワー来た、ありがとう、えこのタワー何これ、イルカタワーじゃん、ありがとう、夏らしいね、おしゃべり会ありがとうね、ちょっと久しぶりにいっぱい話せたね、嬉しい、
あ、そうだ、今思い出したけど、あのあれですよ、サイン入りの生写真書き終わったので、そう届くよそうみんなに書きましたよ。もうほんと楽しみにしてて、めちゃくちゃ愛込めました、サインの生写真もう書いたから、届くの待っててくださいそう今ね、あの私書いて提出したんだけど、そうスタッフさんがねこう確認して一個一個ねちゃんとこう袋入れて確認してくださってるので、届くのもうちょっと待っててください。そうありがとう本当に、うん、いつ来るのかな、うん、ちょっとまだ定かではないのですが、楽しみにしてて、絶対届くから、うん、そうすごいね楽しみです。でそうだ、あのそうちかぽんさんがそう言ってくださって、もう私嬉しすぎて、だからあのもしねあのねガタログが上がったり、ガタログがね YouTube、 ガタログですが YouTube に、動画が YouTube に上がったりして、まあ今日からでもいいんですけど、皆さん Twitter とかでちかぽんさんにお礼を言いまくりましょう。私もお礼言いまくりたいから、うん、本当にそう、なんて言い方なんだって、うん、ちかぽんさんもっと大好きになったし、もっと今回のロケ行って仲良くなれたかなって思います。あとあれだね、動画のコメント欄だねたくさんコメントしてください。そうななみん、ちかぽんさんとななみんのコンビ最高みたいなななぽん、ななぽんコンビ、そうななぽん、ななぽんっていうコンビ名になったので、そう、ななぽん最高だよっていっぱいいっぱいコメントしてください。そうするとあのスタッフさん、ガタログですのスタッフさんが見て、またちかぽんさんと一緒にお仕事させていただける日が来るかもしれないからそうだって、私がさ温泉ロケ行けたのみんなのおかげだからね、みんなのコメントのおかげなんだよ本当に。そう言われたもん、ガタログのスタッフさんに、コメントすごかったからって、そう一番多かったって言われて、私と帰りのバンダイシティの、バンダイシティ編のコメントが一番多かったって言われたから、うん、そうまたねお仕事させていただけるかもしれないから、私もまたちかぽんさんとご一緒させていただきたいし、うん、だから楽しみにしててください。なんかこうやって初めてねこういう、あそうだ、ちょっとねみんなにはねまだ言ってなかったんだけど、あの温泉の他にもすごいねもう一個大人なことしたんだ動画の中で、多分それも出ると思うので、そう大人なことね2個したの、2つしたの、うん、だからどっちも楽しみにしててうん、分かった、なんとなく分かった、まあ内緒にしてて、それは予想みんな予想してると思うけど、うん、そう大人なことしたから、うん、そうなんか嬉しいです、初めてこういう大人なお仕事させていただける、そう今までなかったからね、私はまだグラビアとかもやったことないし、だからこういう温泉とかもあることをしたんですけど、そういうのをきっかけにもっともっとお仕事の幅を増やしていけるようにしたいので、うん、楽しみに待っててください。ちょっと今日はねあのこんなもんですいません、ショールーム明日から頑張るねまた明日からね、あ20日は、あ20日のさあれ、あ何もない、20日のことってまだみんな知らない、20日のこと、20日、ああ公演そうだよね、よかった、あツイッターそうだよね、
20日当たったっていうの聞いたから、あ、よかった、今一瞬びっくりした。そう、20日は公演もあるのでそう、公演もあるので、ちょっといろいろね楽しみにしててください、来週からも、うん、そう、おつぼねさんと一緒で楽しみですわかる、今ドキドキしちゃった、ちょっと、あ、どっちも当たったのね、嬉しい、みんなありがとう、もう私もみんなと会えることだけが楽しみ、本当にだけっていうの、そんなことないけど、本当に楽しみにしてる、月末のイベントとかも、あのツーショットとかも本当に楽しみにしてるから、そうだから、いつもねみんなに助けられてるよ私は、うん、なんか辛いことっていうか、なんか大変なことがあっても頑張れるから私も頑張りますね、みんなもお仕事とか学校とか頑張ってね、ありがとう。じゃあ、あ、チンアナゴだ、かわいいありがとう。じゃあ明日行ってくるね、山中湖、楽しみ、楽しんできます、またメールとか送りますね、ありがとう。じゃあ今日はこの辺で終わります、ありがとう、気をつけてきてくださいね、明日明後日来てくださる方は、ありがとうございました、頑張る、おやすみ、ありがとう。